今歩いているこの道沿いにあるレストランとかホテル全部潰れてるんですよ。これね、中禅寺湖の目の前にあるレストランとかホテルなんですけど、全部潰れて廃墟になってる。もう全部廃墟。寂しいよね。なんかめちゃくちゃこういうの見ると寂しいよね。本当にさ、なんでこんな廃墟になってんのかなって、すごい寂しいよね。なんかこういうのを見ると、日本の先行きって暗いなーって。いやー、これはね、ちょっとネガティブになっちゃいますね。